Video Diary July 26th 2017 by Hiroshihayashi, Hamama City, Japan Video 日誌2017年7月26日林宏です今日この頃思いつくまま Today this weekHiroshihayashi、uh, JAPAN、えー、今時刻は十一時過ぎました午後十1時です今布団の中ですで今日はですね暑くてですね、えー、いつもより早めにと言いますか仕事と言います私はあの自分の動画作りを仕事と位置づけていますけども 仕事を終えましてそして2時から3時ごろだったんですけどもねで運動を一単位してその後まあワイフがですねどっか行きたいっていうもんですからあの浜松のね、えー、北に浜北森林公園っていうのがあるんですよ。でそこの、まあ 低い山いいますか丘って言いますすかか丘ね山があるんですけどもその、えー、山の一番高いところにですねあのレストランがあるんですよね、えー、以前はよく行ったんですけどもこの45年ほとんど行ってないというか行ってないんですよねほとんどっていうのはおかしいですけども行ってなかったんですよ以前はあの月に1回2回とかってね よくドライブしますとそこが一つの目的地になっていましてでそちらへ行っていたわけです。で今日行きたいっていうもんですからじゃあ行ってこようかってことでねで我が家っていいますかの、まあ、私はやっぱり団塊の世代なんですね貧しい時代を生き抜いてきた人間の一つのこのなんて言いますかね統一されたものの考え方って言いますかね 常識とは言いませんけどもねそうした根性があるんですねつまりそのクーラー冷房というのはですね贅沢品であるというねどうしてもその先入観と言いますかそれから抜け切らないんですよでどうしてそのドライブをするかというとですね車の中に車の中にもというか車の中にはですねクーラーがありますよね。 あれがまた気持ちがいいんですよね。あの冷えるの合いし、はい、ということで、まああの、とてもこれはたまらないというような暑さを感じた,感じた時は、ですね、まああの。ドライブしようという,ふうその発想へとつながっていくわけですで。今日は暑かったものですからね。書斎が三十三点八度ぐらいまで、三十二点八度ぐらい、三十三度ちょっと超えた感じの暑さになりましてね。 それで。まあ、あの、前にも言いましたけど、書斎は、あの、薄暗くしてあるんですよ。モニターの。輝度って言いますかね、輝度じゃなくて、こ、光度って言いますかね。明るさを、あの、最低限に落としているわけです。あの、まあ。目にね、あの、明るいと良くないという。ブルーラ、ブルーレイというか、ブルーライトというか、なんていうんですかね。なんか出るというようなこと、噂を、というか、まあ、ど、どの程度、ど。 どのように被害があるかということは私は分かりませんけれどもできるだけまあ明るさを落として使うものですからねで書斎は薄暗くしてあるわけですその,そのためにあの窓をですね、まあ、ほとんどほんの少ししか開けてないそれはほとんど開けてないというか少ししか開けてないわけですそうしたこともありましてですねコンピューターの熱気でですね気温がまあぐんと上がってしまうんですよね 今日も外では31度前後だったと思うんですけども書斎では33度を超えてましたからね暑いってことでねあのじゃあドライブに行こうっていう発想へと、まあ、つながり、まあ、浜北の、ね、森林公園まあその間道中ワイフとねいろんな話をしたわけですけどもまあ今日はその行く途中にですねこんな話をしたんですよ。 まあ日々ね、平穏で、平穏、平穏というか、平穏ですね、平穏というか、平穏じゃないんですけどもね、平穏であることのためにね、その、まあ、率直に言えばね、私は9月26日、10月28日、11月28日、それから12月8日、12月16日、それから3月、今年のね、2017年の3月9日と、 計6回プラス諸々の経まあそれについてはね前話しましたのでまああの今日このビデオダイアリーご覧になる方は何の話だなんてね思われるかもしれませんけども今日はご容赦くださいねえともかくも、まありえない経験をさせていただきました。でその衝撃 その後起きた混乱そしてまあそれからだんだん落ち着いていって意識の変化自分まあ何てますかその本当に私人生69年生きてきましたけども自分の人生の中でもこれほどまでの衝撃的な、まあ、事件というのはもちろんありませんでしたけどもある,わけないあるわけないんですけどもね。まあ、とももかくも意識のの変化っていうものが、 まあ起きたわけですよねそしてそうした混乱状態を通り抜けたといいますか、まあ、2017年の2月に入る頃からやっとこう、まあ、落ち着き始めたんですけどもねそれまではもう混乱混乱でね、まあ、一体この世の中どうなってるんだというようなことで、まあ、過ごしたわけですけどもその2016年の9月26日以前はですね私は率直に言えば 無信論者であったと思います無,無神論者でしたね。で非常に頭が合理的な,、まあ、な考え方する人間であったわけですけどもですからまあ、まあ、ですね、まあ、無信論者であったんですけどもそれが、まあ、2017年の2月になりますと、まあ、パーフェクトな有信論者といいますかね、まあ、神の存在をその近くに関する 感感じ感じざるを得ないですよねともかくもまあとんでもない経験をしたわけです。それでまあ現在に至ったわけですけどもその話をですねまあワイフもよく知ってますので今日車に乗るとですねまあ平凡な日々が続くとですね人間というのはその身勝手な動物でねまた元の自分に戻っていくんだねって話をしました。 元の話に元の自分に戻っていくっていうのはどういうことかっていうのとですねそれほどまでの経験をしてですね神々しいほどまでの何て言いますか心になり神々しいほどまでの心境になりそして神々の神々しさというものを近くに感じて自分の中に大変革が起きたはずなのにそれがまたそうした日々の平凡な生活にうずもれていくとですね それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってちますとですねその2016年の9月26日以前の以前っていうかね28日以前というべきなのかそれ以前の自分と何ら変わりのない、まあ、自分がそこにいるということをですねだんだん分かってくるといいますかあまあそういうことなんですよねで気が付いてみたら何のことない本来ならね 大変革をした後、自分自身も大きく変わったはずなのにまたそ,のそれそうした経験をする以前の自分に戻っていくというその自分の変化今度逆の変化と言いますかね逆の変化が起きてきて結局まあ何のことない気が付いてみたら結局は元の自分に戻っているんだねって話を、まあ、車の中でしました。 それに対してねワイフが「そんなことないあなたねそういう経験をしたためにね大きく変わってるんじゃないそれはあなたの中にしっかりと残ってるんじゃない」ってことを言うわけですけどもまあ自分をですねこう振り返ってみて今日車の中でね、まあ、そういう話をしまして結局平凡な日々が続くとですねまた自分っていうのがその平凡の平凡さの中に渦もれていくそして気が付いてみたら 結局はまた平凡な人生を送り始めている平凡な思想で平凡な理念で平凡な、まあ、自分自身ってものがそこにいるということを知るということですね。それをまあ今日話しましてじゃ,あじゃあ自分の一体した経験ってのは何だろうねって話をしたんですよね。それはある意味でねそれはある意味で、まあ、ワイフはすぐですね 分か,りやすい分かりやすく解説してくれたんだけどもこういうことなんですよね。例えば、例えばって話ですよ。皆さんのた立場で考えて言うならばですね。それは私自身もそうですし、ワイフ自身もそうなんですけども結局は例えばね、今の例えばの話ですけども謎、謎の点灯線、別バージョンの動画っていうものを毎日こうして作って皆さんにお届けしています。 で、最初の時はですね初めて私の動画に接してですねそしてまあ、まあ、皆さんが皆さんみんなが皆そうなるわけじゃないんですけどもね大反発なさる人もいらっしゃる多いわけですけどもその一方でまあ、驚きと感動それからワクワク感ですねそうしたその何て言いますか神秘的な世界に何、まあ、て言いますか触れることによってまあ、興奮状態になるわけですよね。そそうしたその、メール言いますか、 書き込みというのはコメントですよねは日々に届きますけどもそうした感動をし,し,たなさしてくださった方もですねやがてまあ1ヶ月2ヶ月と私の動画を見る間にですねだん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 なんて言いますか当初の感動がまあ多分ですよ感動が薄れワクワクが薄れやがて当たり前になっていくということですねそれをワイフが言いながらねそのまあ そういうういこと言うんですよねあ,あ,あなた自身も言ってるように最初はねワクワクしながら、まあ、謎解きをしワクワクしながらその動画を作ってですねそして発表するそうしたそのワクワク感っていうのもだん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 人はですね慣れ,に慣れるにつれて忘れていくもんでしょっていうことを言うんですよね。まあそれはその通りなんでね。し、まあ、しかし私の場合は 実はあのこの7月31日をもってですね、えー、満5年になるわけです。えー、で満4年の時はですね私こう考えたんですよ。これでね学習も取ったぞって自分で自分に学習も与えてねこれで僕は学習も取ったぞってこれからはね修士号だなんてねで第,満 5, 第 5,、まあ、5, 5年目に入ったわけですよ。その5年目がああとね 1>, 1週間10日足らずで終わるわけですけども満5年目が終わってで修士課程の第6年目に入るわけですよねで私心の心の中でこう決めてるんですよ6年目が終わったあとはねいよいよ自称ですよ自称私は博士課程に入るんだとまあね博士号は論文で決まるわけですからねあの別に学年は関係ないんですけどもいよいよ僕はね6年目 6年間の修士課程を終えたから7年目に来年のね2018年の8月からですけどもいよいよ博士課程に入ったぞなんてね自分に決めていたんですけどもそのまあ5年目がもうじき終わるわけですけどもしかしこの5年間振り返ってみてもですね割と私の場合はワクワク感で続いているんですよ。まあもっともねワクワクすることしかしませんのでねまあなんて言いますかその 和歌感があるのは当然なんですよね誰に言われるわけでもない誰にねあのせつかれるわけでもないただ自分の自分のね、まあ、ある意味で自己満足の世界に入っているだけなのかもしれませんけどもまあ私はワクワクすることを探してワクワク することについて謎解きをしそしてワクワクしながら動画を解いてますからワクワクしてるのはするのは当然なのかもしれませんけれどもねそういう意味では割と私はあの,あのマンネリ化しないでね今でもワクワク感を維持していますですからワイフとちょっとその辺が考え方が違うんですよね、まあ、ワイフはある意味で視聴者の皆さんのと同じ立場にいるもんですからねでまあワイフもね当初は あ,あなたのねつまり私の動画を見てるとね、まあ、大変興奮もしワクワクもしたけどもだん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 それがね1ヶ月2ヶ月3ヶ月と続くあるいは半年1年と続くうちに、まあ、だんだんそれも消えてきたっていうんですよねそしてそれが当たり前になってしまったっていうわけですよねそして当たり前になると同時にね当初の興奮であるとか いいいうのののは忘れていくも,のいくものなよっていう話をするわけですよねそれはある意味でその先ほど私が冒頭に言いました9月26日それから10月28日11月28日ねまあまさにまさに神の声で外に呼び出されてですね呼び出されたんですよあの夢やその幻やではなくてねいわゆる私のただ単なる幻聴 思い過ごしてはなくて外に呼び出されて外に出たら裏庭で私は私はそのまあいいですよねあの V 字型の巨大な UFO が頭上にホバリングしているのを見ました見せてもらいましたそれはもう事実ですでその時受けたショック感動それから続いた混乱まあそれは第3回目の時ですけどもね あのはい見せ、見せてもらいました。まさにサインですよね。サインです。印ですね。神々の印を見せてもらいました。で、その時の得た感動、神々しい気持ちになったり、混乱したり、もうそれは大変な。まあ状況になったわけですけども。それがまあ1ヶ月2ヶ月過ぎて3ヶ月4ヶ月過ぎて現在はまあ7月。 もうじ7月終わりますけども七月25日今まだね25日ですけどもこの動画はとますかビデオ代理は26日に発表しますけども明日ですよねまあ26日になりましたけどもそうしたそのなんて言いますか自分の中における変化というものがですね 同じように色褪せてですね平凡の中に渦もれていく日々だったのね生活の中で日々の生活に追われるうちにですねやがて自分という人間が平凡になっていくということを、まあ、知ると言いますかそこにいる自分がですね客観的に見て平凡な自分であることを知るわけですよねそれはいいことなのか悪いことなのか自分でも分からないんですけどもただまあもちろんねその そのサインを見たあるいは見せてもらったということはですね私の希望につながったことはこれは事実なんですよねまあ今でもそれは希望です私はもう怖いものありませんからねあの怖いものないということはまあねあの今日もね外人の方ですけども大変随分まあひどい言い方でね私をそのまあなんて言いますか批判 したようなね、あのー、攻撃攻撃って言った方がいいのかなようなコメントいただきましたけども全然気にはならないんですよね。逆に「ああかわい,い人だな」「この人も私と同じ経験をしたら考え方が違う,違うことも違う,違うだろうにな」と同時にねまあそういう優越感っていうのは良くないのかもしれませんけども私は優越感を持ってますね。そそううううううういいい人人にに対対ししててははですよどういう優越感っていうと、まあ いくらね、あなたが私を批判して攻撃してもね、私には勝ち目がないよって、私にはね、ちゃんとついている人がついてますからね、あなたに、あなたがね、どんなに私を攻撃しても、私には勝ち目がありませんよ、っていうような優越感は、やっぱりそういう人に対しては感じますね。まあ、その優越感という,言うのかどうか分かりませんけどもね、私には勝ち目がありませんよ、っていう言い方でしかありませんけどもね、あの はい、あのそれはもう絶対ですね。あのはい、まあいいんですけどもそういったその感じを持ってるわけそれはなくなっていないんです今もあります。ですから前にも言いましたよね私にとってはそれがホープ希望なんですよねどういう希望かというとまあ明日死ぬことになろうとも。 あるいは私が死ぬ直前あるいは死ぬ前死ぬ時にはそのまあそうした一連のね今私が現に現在進行形でまだ現在進行形なんですよ皆さんあの、終わったわけでもないしあの、はい、このあと何が起きるかもよくわからないんですけどもねはい、まあ、進行形の形であの、まああの 細かいことが色々と起きてますそれは事実ですでそういったことを通してね私は今のこの時間というものをですねあの大変んて言いますか貴重な時間だと思ってますのこういう経験をさせてもらったということがですね私にとっては希望なんですよねですから私はですね自分が感じているこの希望をですね持っている希望を皆さんと分け合いたいなというふうには思っています。 あのまあ、私は本当にくだらないつまらない人間ですけども、まあ、私が皆さんに、ね、お,届けお届けしている動画を通してですね皆さんも生きることそしてこの宇宙広い広大,広大無限の、ね、宇宙の中で生きていることに対して、ねまあ、自分を見失,見,失見失わないで、ね、そこに 生き,ることの生きることに対する希望というものをね、私の動画を通して感じ取っていただければ、私ではなくてね、私,私なんか相手にしちゃだめですよ、本当にボロボロでね、どうしようもなく、そソ人間ですから、自分でもよく分かってますからね。ですから、そうした私に希望とか、そういうことじゃなくて、私が作っている動画を通してね、希望というものを感じ取っていただいて、そしてその希望をですね、私と共有していただければ、こんな嬉しいことはありません。またそれが私に にとっても希望でありまあ、皆さんにとってもね希望であるように願っています。まあ、ただね。こういうことは言えるんですよね。で、私はまあ懸命に。まあまあね。懸命に近いですよね。まあ、命がけですよね。命がけで今動画を作っています。それはあの命がけなんですよ。 それはどういう意味で命がけかって言いますとですね、こんなことをしていたら本当に私は死んでしまうぞというような、まあ、そういう思いは年がら年中感じているわけですよね。その時に死んでもいいやというその思いですよね。そういうふうに自分がですね、もう死んでしまっても仕方ないというふうに思うこと自が命がけということですよね。決して銃や、ね、その爆弾を持ってね、あの 例えば敵陣に突っ込んでいくことが命がけってだけじゃないんですよね。いわゆるそれは、なんて言いますか、肉体的、肉弾的なね命がけということになるかもしれませんけども、私の場合は、そういった、ね、銃や、ね、ピストルや機関銃を持ってね敵陣に突っ込んでいくというような命がけとは質の違う命がけですよね。死んでもいいや、いいってい,うかいいうやとは思えないんですよね。やっぱり死にたくないですからね。しかし、こんなことをしていたら、本当に。 私は死んでしまうぞ。僕は死んでしまうぞ。と思いながら、それでも寝食忘れる。まあ、今は、ね、寝ることは大事にしています、はい。以前はあの本当に食べるのも忘れ、寝るのも忘れてあの謎解きをしていましたけどもね、ね今はもうそれそれはありませんあの。食べることも大切にしています。それから運動も大切にしています。それから睡眠時間も、ね、たっぷりと取るようにしています。 そういう意味ではあの、まあ、の命がけっていう部分はちょっと欠けてきたかなというふうには思いますけどもね。 いわゆるね、作業をしている仕事をしながらですね、こんなことをしていると死んでしまうかもしれないな、ぽっくりと言ってしまうかもしれないなと思うことは、これはしょっちゅうありますね。そういう意味では、命がけです。そういう自分が命がけな自分がいるわけですよね。それはずっとそうなんですけども、今からはそうですね、最初の頃は本当に命がけだったんですよ。そんなある日ね、私は廊下を歩いているときに、バターンと倒れたんですね。まあ、猛烈な神経痛を後頭部に感じましてね。 まあ、そういった大きな神経痛というのは2度ほど感じたんですけどもそ,その時もバターンと床の上に倒れたんですよ、まあ、よくどこも怪我しないで済んだなと思うんですけども床の上にバターンと倒れた時にふっとこう床目を覚ましたってますかね目をやると床の廊下のね頭が見えたんですよその時に私はですねとっても安らいた穏やかな気持ちだったんですよね で死,死を感じたんですよね、その時,にその時もというかね、あの死を感じた。でもその時はね、どういう風に感じたかというとですね、私、本当にその時の気持ち、皆さんにお伝えしたいんですけども、ああ、これでやっと死ねるんだと思ったですね。ああ、これでやっと死ねるんだと思ったですね。穏やかで、本当に安られた気持ちでしたね。まあ、それから何年か経ってるわけですけども、 今私、まあ、あのバタンと今倒れたらどういう気持ちになるかというと多分ですよ同じ気持ちですよね。ああこれでやっと死ねるんだ。でなぜそういう、まあ、やっと死ねるんだという気持ちになるかというとまあおかげさまでねこの5年間先ほど言いましたように学士号課程ねそれから修士号課程これで今度修士号課程2年目に入るわけですけども私人生において この5年間ほど、自分のご人生においてこの5年間ほど率直に言って楽しく充実した5年間はありませんでしたね。本当にこれは天からの授け物だというふうに思ってますけどもですからそのいつ死んでもいいんだよという意味での燃焼の仕方を 自分自身の、ね、命の燃焼の仕方をさせていただいてきたわけですよね。自分でしたというよりも、なんとなくこうね、させてもらったという感じが強いんですけどもね、特に去年の9月26日以降、これはもう人間として、もう本当にね、ありがたいと言いますか、得がたいと言いますかあの、経験をさせていただいたわけです。一匹の人間としてね、本当に、まあ、なんて言いますか、 稀なと言いますか、奇跡的な経験をさせていただきましてね、これは本当にもう私の万死に値する経験ではないかと思います。1万回死んでもね、惜しくないような経験というものをさせていただいたわけです。そういう意味では私は率直に言えば、現実的な存在としての、現実的な戦争罪としてのエイリアンに感謝しています。 あのエイリアンですよ。人間じゃありませんよ。エイリアンですよ。エイリアンに感謝しています。まあ、本当にそれはあ,のありがたい経験、ありがたいということは存在しがたいと言いますかね、あるはずもない経験ということになるわけですけども、それをさせてもらったということはですね、それは別の意味でね、死をもう克服できる、まあまあ、大変な経験だったわけですよ。 つまり、それが私の先ほど言いました希望ということになるわけですよね。希望。まあ、本当にもう、なんて言いますか。死、死ぬということに対して、本当に恐怖心が消えるということは、まさしく希望ですよねえ。つまりですね、私はですね、今こう思うんですよ。長々ダラダラとしたね、人生を10年送るよりもですね、一日、 充実した日,日をですね朝にね道を聞かば夕べにシスもかなりでしたからねちょっとあの言葉が違うかもしれませんけどもそれと同じような経験をこのまあ5年間でさせていただいたわけですよねさせたい,いただいたというのは自分でしながらいただいたという感じもおかしな感じですけどもともかくもその その5年にになる時にですねちょうど5年になる時ですよね第2回目の私の経験は10月28日でしたからねそれが私の第2回目の経験だったんですけどもその10月28日の経験それは私ますくしくも私の誕生日であったわけですけどもねその時にそういう経験をさせてもらってそしてまあ69歳になったわけですけどもその ま何でますか本当に朝に道を聞かばでしたかね知れば私勝手に自分にですね個人賢人の言葉をですね言い換えてあるいは書き換えてね本当にそんなことしちゃいけないんですけども自分の生き様の座右の銘とする時はよくあるんですよですからあの正しくないかもしれませんけどもと,とにかく朝にね道が分かれば自分の生きるべき道が分かればですね 夕べに死んでも自分の命は惜しくないんだよというような心境になるわけなるってことわかるわけですよね。つまり、だら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 とね、10年意味のない、まあそういう意味のない人生というのはないわけですけどね、懸命に生きる間は意味があるわけですけども、懸命に生きる、生きるそうしたその意味のある、まあことを知ったならばですね、もうその夜に、その夕方にね、えー、自分がその日の終わりにね、死んでも私は悔いがないんだよという、その、 あの自分のまあことなんですよね。それが希望だということですね。まあそのいつ死んでも俺は構わないんだよ。バタンと倒れた時に、ああ、やっとこれで僕も死れるんだという満足感を得るってことがですね、我々は得られるかもしれないっていうのがですね、自分にとっては大きな希望だということですよね。あの希望というのは何もね、自分の欲望の達成のために、 家を買うとか、まあ、それもね、ある意味でね悪い、悪いことじゃないんですけども、そういうことじゃないんですよね。希望というのは、そういうものではなくて、えー、自分の人生の中においてねその、生きることの意味を知る、そしてその意味を知,った知,る知ることによってね、そこに、その先にある死すらも乗り越えることができる、それが希望なんですよね。そのの希望をです、ね、私の動画を通して 私じゃありませんよ私の動画を通して皆さんがその中に感じ取っていただければですねそれがまあ希望の共有ということになるわけですよねそんな素晴らしいことはないじゃないですかっていうのはね、まあ、少し大げさな言い方ですけどもまあ大げさですよねそういうふうに思うわけですでそしてまあ自分というものがですね希望を覚えることができたそれがまあ このの今一連の、ね、現在進行形です現在進行形の私の皆さんにお伝えできる希望ということになるわけですよね。まあそれをね共有できればなという思います。少し話は変わりますけども私は1500年後のイエス・キリストの、まあ、イエス・キリストというふにね語る名前は語らないんですけどもねレオナル・ダ・ヴィンチが残した言葉の中にねこんないい言葉があるんですよ。ここれはあの,この前、ね リオナル・ダ・ヴィンチのあ言葉をね、クローツをあの、まあ、格言をですね、えー、喋べっているときにあの拾った言葉ですけども、またこの言葉もね、私勝手に書いてしまうとちょっと怖いんですけども、今、布団の中でね、薄暗い天井を見ながら話,し話をしている,いるもんですからね、あのほとんど目を閉じて、まあ、ここで話すのをね、やめたら眠ってしまうんじゃないかというのね、 今日疲れたんですよ。あのあんで昼寝もしてませんしね。今日はね。それで。まあドライブもしたし暑かったですからね。ですから、まああの朦朧とした気持ちの中で話してますから、正しい正しく正しくはね。私の動画をどうかご覧になっていただきたいなと思いますけども、こんな言葉ですよね。まあ、よくね。私たちは時間がないとか。あっという間に1年過ぎた。あっという間に10年過ぎたということを言ってね。不平 愚痴,愚痴をね、不平不満、愚痴を並べることがありますけども、あのダ・ヴィンチは全然逆のこと言ってるんですよ。こんなこと言ってるんですよ、皆さん。ね、もし私たちが時間の利用の仕方を知っているならば、いいですかもし私たちが時間の利用の仕方を知っているならば、時間というのは十分長いんだよ。時、タイムというのはですね、 十分長いんだよということを言っているわけですねいい言葉だと思いません、ね、素晴らしい言葉じゃないですか、ね、え私たちはともすればですね日々の平凡の中にうずもれてあっという間に過ぎていく一日を知りあっという間に過ぎていく一週間を知り あっという間に過ぎていく1ヶ月を知る、そしてあっという間に過ぎていく季節を知り、そしてあっという間に過ぎていく1年を知るかもしれませんけれども、あ、そのとしてその都度ですね、ああ、もう終わった、1ヶ月終わった、もう半年終わった、もう1年終わったの、なんてね、よく言って自分を嘆き、そして不平不満を並べ、愚痴を言いますでしょ。しかし、ダヴィンチが言っている言葉は違うんですよ、皆さん。 なんですよこう言ってるんですよ。もし私たちがタイム、時のね利用の仕方を知っているならば、あるいは時を利用するならばでしたかね。Make use, of, make use of time ですからね。もし私たちが時を利用するならば、利用ですよ。積極的に時を利用するんですよ。積極的に 時の利用し方をそれをして知っていてそして時を積極的に利用していくならば時というのは十分長いもんだよ十分にあるんだよ時というのは十分にあるんだよあっという間に終わるんじゃなくて時というのは十分に長いもんだよということをあのダヴィンチが書き残しているんですね皆さん素晴らしいですねはい それをまあ読んだ時にですね、はっと私は自分が、それまでの自分がですね、間違っていたことに気がつきました。私は実はですね、え、もう4年終わったのもう5年終わったのえ、もう10年終わったのってことをよく言うわけです。ワイフも最近よく言いますね。 え、あなたはもうね半年終わったのよもう7月なのよあってまに1年終わるわねなんてね時々言うんですけどもそれはある意味で不平不満愚痴なんですよねそんな愚痴なんか言っちゃいけませんね皆さんそうじゃない時の時の利用の仕方、時というのは私たちの方から使っていくものなんだよってことなんですよね 時というのは私たちの方から使っていくもんなんですよね。積極的に攻撃的にアグレッシブに使っていくもんなんですよ。それが時なんですよ。そういう使い方をしている間には時というのは十分に長いもんだよ。long enough。時というのは十分に長いんだよってことをレオナルド・ダヴィンチは あの人は言ってるわけじゃないんですけどもね、本当は1500年後のイエスが、レオナルド・ダ・ヴィンチというあいつり人形芸術家を通して、そうして私たちに教えているわけです。えつまり、私たちがすべきことは、そこに時があるならば、 日々平凡の中にうずむれて、そして、ああ、今日も一日、ああ、終わってしまった、ああ、なんということだ、ああ、終わってしまった、早、はい、い,いもんだ、ああ、一週間終わった、ああ、一ヶ月終わった、はい、季節が終わった、一年が終わった、といって、 嘆くことではないんですよまたそんな時の過ごし方をしちゃいけないよということを言ってるわけですもし私たちが時の流れを時というものを利用するならばそう言ってるんですよ If you make use of time ですよそうと 時を利用、こちらから積極的に利用するならば、時というのは十分に長いもんだよということを言っているわけです。その裏の意味は、朝に知ればですね、道を聞かば、夕べに沈むかなりということなんですよ。朝にね、その道を聞いて、その道を知るならば、夕方に死んでももう私たちに悔いはないということを、同じことを言っとるんですよ。講師はまさしく、はい、という人なんですね。 人という言葉を引いたんでしょう同じでしょうねえ、キリスト教でいう愛、そして仏教でいう慈悲ですよ。あなたのために良いようにというのが慈悲の根本的な精神でしょうが、愛というのは自分を愛することじゃない。相手が喜ぶように自分をね、向けてその人の喜ぶ姿を想像していくのが愛だということなんですよね。そして人。 孔子のいいた人とつながっていくわけですよね同じことを言ってるんですよ。当たり前でしょう。みんな同じ一人の神に指導された指導者たちなんですよ。ですから、同じこというのは当たり前ということになっていくわけですね。あるいはそれがまさしく黄金律。ねゴールドンルール、ゴールドルールなんですよ。いわゆる人間が生きていくためにお,おけるですね、大鉄則がそこに、まあ、あるわけですよ。 まあそれはね話を大きく膨らんでしまいますからその話はそこまでにしておきますけどもそうして私たちがですね知ればね朝にその道を聞いてその道を知ればですねおしかないよとその夜にね私たちが死ぬことも平和にね穏やかにそして希望を持って静かに休むことができますよということを言っいるわけですね素晴らしいですねそしてラベンチも同じことを言ってるんですよね私たちがね 道を、道をじゃなくてその,時,の時をですね、利用するならば、時を使うならば、ね、そして時を利用するならば、時というのは短いもんじゃありませんよと、十分に時というのがあるんだから、さあ皆さん、時を利用しようじゃないですかということを、まあね、はまあ、反語と言いますか裏、裏返して言ってるわけですよね。話をお戻しますが、それが希望だということですね。 まあね、日々に私たちは平凡に恵もれて、平凡の中で平凡な生活、平凡が悪いわけじゃませんよ。平凡は美徳ですからね。平凡であることの中には、これまた素晴らしい価値があるわけですよね。何のことない。私たちがおいを求めている幸福の。 基本的な原型というのはその平凡な生活の中にあるわけですからね。しかし、まあ、その平凡の中にうずもれてしまうとですね、日々にその平凡の中で見失ってしまうということですね。例えば、私がですね、去年の9月26日から大変な経験をしました。これは本当にもう敬うと言いますか、ありがたい経験ですし。まあ本当に私は感謝してますね。私にそういう、まあね、 サインをまさしく私は、まあ、まあ本当にまあまあ神の声を直接聞くことができました神の姿を直接見せてもらうこともできましたが、まあ、ともかくもそういった経験を通してですね私は希望を得ましたそして今私たち私はですねもうこれはどうしようもないですね いくらまあひどいこと言われてもまあ本当にねひどいことされてますよねまあはいされてもですねもうどうしようもないですねこれはね廃者、はい、頭おかしいとか狂ってるとかまあ言いたい人はどうぞどうぞ言ってくださいということなんですよまあはいだけどね皆さんまあこれは本当に愚痴になるかもしれませんけどもこういう話をしますとねまあ 私を理解してくださる方と去っていく方と本当にきれいに二つに分かれますね。まあ、去っていく人は仕方ないですよ。はい、僕は私はそうも,もう思いますね。まあいいですよと。まあ、いつか分かってくれる時が来るでしょう。ということでね、まあ、私自身は、まあ、内心ではね、投資満々なんですよ。もしここで私が手を引いてね、あ私が手を引いたら。 私が負けを認めたら、認めないけどね、負けを認めたら、その時はね、やっぱりあの林は頭はおかしかったんだで終わってしまいますからね。それはちょっと私としては許しがたいことなんですよ。それがまあ許しがたいがゆえに、その怒りがね、いわゆる反作用として投資となってくるわけですけどもね、それはないとは言わない。ないとは言いません。で、今日はですね、まあ今日は遅い、遅い、うんと、今日は早かったのか。 9時8時半ごろから作業を始めましてね昼過ぎにはもう7本のね動画をアップロードしましたあさせていただきましたからね皆さんのところに7本もう1本作ったんですけどもねまあそれはあの アップロードかかけないいと言ますか、まあ、ワイフとねあ先ほど言いましたようにどっかへ暑いからドライブに行こうって話に、ね、なってきたもんですからあのそうしようかということでね早めに来てあげて気温も暑くなってきましたんでね、まあ、ちょっとねワイフも熱中症っぽくなってきて私も熱中症っぽくなってきたもんですからこれはいけないということでクーラーガンガン引くねあの車の中に飛び込んだっていう、まあ、経緯があるわけです、まあ、ともかくも私は今日は、まあ、その7分の動画を作る間ね、まあ、あの本当に いつ死んでもいいんだ、いいんだって感じでね。まあ、このままこんなことしてたら本当に死んじゃうぞ。今に脳の血管破れて死んじゃうぞって感じでね。あるいは心臓が止まって死ぬぞと思ってもね。まあ、死んでも構わないや。みんなもう。要するに、命がけで、まあ、そうした作業をしたわけです。ですから、その作業を通してね、その悔いがない自分というものを、まあ、過ごさせていただいたわけですね。で、その時に、やはり私はですね、そのダヴィンチの言葉ですね。 時の利用の利用するならば、こちらから負けてなるものかと、時を時をですね、こちらから利用してやるんだと、make use of time なんですよ。こちらの方から時を利用してやるんだと、そういう気持ちでやれば、そういう気持ちでやれば、時というのは十分長いんだよということを教えてくれたわけですよね。そして振り返ってみて、今日本当に今,この今ね、10時、ほとんどんもう12時に近いんですけども、まあ、 今日日はいい一日だったなぁとその後、ね、あとね、その浜北の、ね、森の家までですね、車でね、あのまあ、いろんなことがありまして、そのどうでもいい話ですから飛ばしますけども、本来なら1時間ぐらいで行くところをですね、1時間半もかかりましてね、まあ、行ったんですよね。そして、まあ、レストランでワイフがあのなんとか、なんだったっけな。 あお,お,ひつおひつ定食っていうのかね釜,あ釜定食釜なんだかね釜ご飯かを食べまして私は、えー、なんだってかなあの松ぼっくり御膳っていうのかな,なんかねそこ松ぼっくりっていうねまあコマーシャになりますけどもねあのレストランでねで5時からあの食事ができ,できたわけですけどもで5時から食事させていただきまして美味しかったですね。 でまあ、ただあの、ね、ダイエット中というか、まあ、胃袋が小さくなりましたからね、まあ、本当にあ2人で半分ちょっと食べたぐらいで残しましたけどもあの、まあ、そういった美味しい料理を食べてそれで帰ってきてで、まあ、よかったね美味しかったねって話をしてそれで、まあ、帰ってきてからまただらしなくなりましたけどまたうち1時間あの1日4単位やることになってましてねで2単位運動しまして1時間ですよね1単位30分ですからね。 それでやりまして、汗かきまして、それでまあ、あのはい。それからあの、まあ、要するに日々、人間の生活は日々雑多なことが多すぎるんですよね。あのそうしたその高まなね、動画作り、高まな精神を持っていてもですよ。やっぱり今日はですね、あの帰ってきて、まだ明るかったもんですから、畑に水をやったりね、トウモロコシを。 あの、そろそろ収,収穫しようか、収穫しまえかって迷うんですけどもね、今日はあちこち、あの、ドライブした時にトウモロコシ畑が見えたもんですからね、そのトウモロコシのヒゲの色を見てね、まだあんなヒゲの色でも農家の人たちはあトウモロコシ取ってないからうちももうちょっと待ってみようかとかってね、そういう話になってくるんですよね、どうしてもドライブの途中でね、こうまいなね、いわゆる人間とはとかってね、話、神々の話を一方でしながらね、しかし現実には、窓の外のね、 畑を見ながらよそのトウモロコシはどんな色をしてるのかなとかね。 穂の色はひげの色はどんな色をしての色になった、ね、まだ収穫してないなあんなひげの色になったのにまだ収穫してないなじゃあ牛のトウモロコシはもうちょっと待ってから収穫しようなん,なんてねそれが平凡な生活にうずもれていくってことになっていくわけですけどもそうしたその日々の平凡な生活の中にうずもれていくまた同時にそこの落差で,落差ですよね一方で神々の話をしながら一方でそのトウモロコシの話を、ね、心配していつ収穫するなんてね話をしてまあ明日に 一、二本抜いてみようか、食べてみようかって話を実はしてるわけですけどもね、実は明日、2本ぐらい取ってみるつもりでいるんですけどね、それ食べてみて美味しかったら、まあ、取って、カ金も取ろうかって話もしてるわけですけども、そういったその落差ですよね、神の話と、トウモロコ,トモロコシの話ですからね、皆さん楽しいですね、これね。まあ、なんていうか、本当に、そしてその、はい。 まあそういうことをやりまして、それで帰ってきて、それでまあそれが私が言し日々雑多な出来事、話になってくるわけですけども、そういった日々雑多なせ生活というのはやっぱりありますからね。仙人のようにね、岩山の中に、岩の,の穴ほらの中にね、あの、引っ込んでね、属、えー、世間と決別してというわけには、これはいかないんですよね、私の場合はね。そうい,そう,いう意味では割と属っぽい人間ですからね。 まあそれもやらなくちゃいけないということで、まあ、帰ってきてからね、まあ、1時間運動したその前後に日々雑多なことをしてですね、まあ、や,りやりこりしまして、えー、はいでまあ床について、まあ、寝てで、まあ、ちょっとね寝る前に今日は自分の作った動画をねあちこち拾って見てましたけども布団の中でね、まあ、ちょっと頭が冴えてきたもんですからじゃあ,あダイアリーを作ろうということで今こうして話しています。まあ、ちょっとね 知り滅裂の話になってきましたので、えー、そろそろ話を元に戻して今日の日々のダイアリーを、まあ、日,日々のダイヤリーおかしいですね、えー、今日の、えー、ビデオダイアリーを終わりたいと思いますけども要するに私がですね皆さんに今日お伝えしたかったことはですねまあ 皆さんもそうだろうと思うんですけどもね、えー、私の動画を見て、まあ、感動してくださる方も多いと思いますし、そういう方はね、感動してくだされば、まあ多分ですよ、まあ、追いかけるように私の動画を最初はね、あのワクワク感を持って見てくださっていると思いますけども、それがですね、1ヶ月半年、あるいは1年、中にはですね、もう4年近く見てくださっている方もいらっしゃるみたいですね、本当にあの頭が下がるというか、 あの心からお礼申し上げまますすありがとうございますだからほ,ほとんどの方はですねそうではなくて1ヶ月たつあるいは半年たつうちにまあ週に1回が1ヶ月に1回ぐらいになるんじゃないかなと思ってますね実際にそのように書いてくださっている方もいますからね久しぶりに見ましたとかねまあそういう方も実は多いんですよあのまあ、まあ、毎日見てほしいなんて私も思ってませんけどもねそ,れそういうことで、まあ、だん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 感動が薄れていくってことですねそして日々の生活の中にうずもれていくことに によってうずもれるとといちょっと失礼な言い方ですね日々の生活に追われていくうちにですね、だん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 そういう感動も薄れて、また元のように考え始めるものかなというふうに思うわけです。それは同時に私自身の問題でもあるんですよね。あれほどまでの経験をさせてもらいながらね、そしてその何て言いますか、7月26日、5日ですね、6日になるともう今頃はどんな考え方になるかというと、また元の自分に戻ってきつつあるんですよね。 まあ私、有心論は有心論というか、もうそれは疑いませんけれども、しかし、あの時の高邁な精神ですよね。 慈悲の心、愛の心、そして人の心というものが、だん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 薄れていってですね、まあ、相変わらず、ワイフと言い争いになったり、口論したりね、そして、あそこの料理はおいしいね、ここの料理はまずいねって話をしてね、そして、ふと気がつくとね、ダイエットも今度はリバウンドを起こすようになりますしね、リバウンド怖いですよ、皆さん。あ,あってもう間に1キロぐらい太ってしまいますからね。まあ、そういったこともありまして、日々の生活に追われるうちにですね、だん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 自分というのは元に 戻っていくがここででですすねね踏んん張るんですよ、ね、それはあるんですよ、私の場合。元の木阿弥になってはいけないよと。元の木阿弥になってはいけないよと。やっぱり9月26日の以前には戻りつつあるんですけども、しかし、譲れるものと譲れないものがあるんですよね。 ですから、元通りのあの林に広しに戻ってもですよ、私は譲れないものは、やっぱりその感動、あるいはその時に学んだこと、そしてまあ神々の神々しいあの精神というものは忘れちゃいけないねというふうには感じていますね。またはそれは自分に、日々に言い聞かせています。 もう本当にそれは本当に日々に生きかせてるんですよ。そして悲しいこと、辛いこと、苦しいこと、あるんですよ、私もね、いろいろと。寂しいこともあります。孤独です、ね。いろいろありますけども、その時はですね、静かに目を閉じて、そして一連の経験の中で、特に私が鮮明に、あのなんて言いますか、鮮明にといいますか、強烈なその、まあ、なんて言いますか、電撃、打撃って言いますか、電撃に打たれるかのような衝撃を受けたのが、やっぱり第一印象ですね。 あの11月28日神の、神の声に呼び出されて外へ出て、そしてあちこちを振り返って上を見ると、振り返りながら上を見ると、頭上に真上にあの VG 型の UFO がホバリングしておりました。ものすごい美しい黒でしたね。すべての色を吸い込むかのような漆黒の黒色、そしてその周囲をですね、細いコバルドブルーの いわゆる、まあ、ライニングですね英語で言うライニングです縁取りがありましたねそれがほ,ほとんどまだ夜に近いほんのりと薄暗い灰色のあどんよりした雲のを背景にですねそのデーンとそこにありましたねあれはもう本当に強烈な印象でしたねはいあの、まあ、V 字型の UFO を 私は頭の中で思い浮かびるようにしています。それは今がそうなんですね。寝る時も、そして苦しい時、辛い時、特に悲しい時ですね。そういう時、あるいは自分が道に迷いそうになった時、ひょ,ひょっとしたらですよ、私に正直言いますね。もう本当にね、動画作りっていうのは、私にとってはあまり意味のあるものじゃないんですよ。もう結論が出てますからね。 もう自分で結論出しながらなんでまだそのしつこくしつこくやってるかっていう部分でですねむなしさあるいはあのまあ何て言いますかね馬鹿臭さも感じるんですよ実は、まあ、こんなことしてて何になるんだろうっていうねそれもあります正直言ってね何にもならありませんからねはいもちろん地位名声まあお金にもなりませんよね特に私のような動画はですねスポンサーにも嫌われているみたいですね YouTube というのはスポンサーによって決まりますからね 本当に嫌われているみたいですね結構あの反抗的なこと言ってますしねどこかオカルトっぽいメいル何て言いますか誤解されすごいオカルトじゃないんですけどもねそこらのインチキオカルトと一緒にされている部分はやっぱりありますからねそういった目で、まあ、見られていることも事実なんですよねそういった意味でね、まあ、何もいいことないんですよ。 しかし、私はですね、そういったときほどね、自分が迷いってですね、今日はもうやめようか、今日は疲れたからもう一本だけにしていこうかと思ってね、一本で済むなら1時間か2時間で済むわけですからね、私の場合ね、早いですからね、作業が。おかげさまでね、こんな、まあ、8000本も作っていればね、早くもなりますよ。まあ、8000本ですからね。<laughs> 動画数もうそろそろ本いいくんじゃないですかまあ本当におバカなことしたなと思っている部分もありますがねどれだけ時間を潰したかななんてね逆に思うわけですけども、まあ、ともかくもその時にですね夜明けになる時があるんですね迷うんですよね、えー、袋小路に入る時があるんですよねでそういう時やっぱり今の私はですねその V 字型に上方を静かに目を閉じてですね頭の中で思い浮かべます。 でそれがスーッと今が動き始めるんですけどもねまあいろいろありますけどもそれが私にとってはまあ今の私にとってはですね、まあ、あの突破口なんですねそれを頭の中を思い浮かびますとね私はもうこれをやらなくちゃいけないんだ私にとってこれが仕事なんだあのワシントンがそう言ってますねもしあなたが神の神があなたに何をしてほしいかということを感じたら ここが重要ですよもしあの人は熱心なね、信仰論者でしたからね、神があなたにしてほしいことを、あなたがそれを感じたならば、あとはそれを全力でしなさいと、あとはそれを全力でしなさいということを、ワシントンがワシントンで、まああの、クォーツ、名言として残してますね。私は まあ、誰に言われたわけでもないと思いますし、命令されているわけじゃありませんし、指導されているわけではありませんが、私はエイリアンなら、私が自分がエイリアンなら、林博にこれをさせたい。私がエイリアンなら、林博にこれをさせたいと思うようなことを、私が逆に察知して、それを私が全力でするということが、私の使命のように感じます。それを私は静かに目を閉じてね、 あの V 字型の UFO を感じたときに、それこそ私がまさに命がけでしなければならないことだ、イコール、それが私がですね、時、タイムというものを利用する利用の仕方であると私は感じています。そしてそれをすることはですね、すること,がすることはですね、決して時間を無駄にすることではなくて、それをまあ私がですね、時をこちらの方から 積極的に攻撃的に利用することがですね、それが、まあ、取りも直さず、すなわち十分に私たちに与えられた時は長いという感覚につながっていくのではないでしょうか。というのが今日のこの私のビデオダイアリーの結論ということになります。皆さんの中にもね、あっという間にねあ今日も終わった。 あっという間に今月もあったなんてね、愚痴不平不満をあの、ね、繰り返し繰り返し話しておられる人もいるかもしれませんけども、それはそうではないということですね。さあ、皆さんも積極的にこちらから今与えられた時、この大宇宙のこの瞬間に生きる、本当に瞬間ですよ。100人生きたって星のまばたきもないんですから。 あなたが1,000、ね、坪、1万坪の大事主であったところで、口この宇宙の広さから比べれば、なんのことない、花くそのまたその1億分のまたそのまた1億分の1にもならないようなところでそう思ってるだけなんですよ、広いってね。そんなことじゃない。まあ、ま,あ、そそまたその話になりますとね、また。 取り留めなくなってしまうというか、収拾がつかなくなりますからね。まら、あ、く今日のテーマではありませんのでえ。ともかくも、そうした時の時というものをですね、瞬間に生きるから短いとか、100年生きたから長いということではないということですね。そして、私たちがすべきことを発見して、そしてそれを私たちが懸命にしている、その懸命にする時間というのは十分にあるということですね。今、あれは今日。 この動画を、動画じゃない、ビデオ代理をですね、聞いてくださって、よし、今日一日私は、ね、神が私にして欲しいことを、私が神の代わりにやってやるぞ、と言って、命がけでする。そしてその時、こちら側から時を利用してやる。ここ、そこにある時を利用してやるんだと。 ねえ、この大宇宙で与えられた命、時イコール命ですから、それを利用してやるんだとして、利用した時こそ、私たちの時というのは十分に長いものだということですね。ということで、えー、今日のビデオダイリーを終わりますけども、えー、今日も一日どうやら暑そうに、今日というかね、また今の時点から言えば明日ですけども、暑い,暑い日になりそうですね。 まあ、朝、午前中、雨が降るかもしれないということですから、期待してますけども、暑い日になりそうですけども、どうか皆さん健康を大切に、どうか頑張って、あの、良い、充実した、まあ、こちらから時を利用するような一日を過ごし、まあ、偉そうなこと言いませんね。私も今日、と言いますか、26日も戦いますので、私と一緒に戦って、そして、冒頭で言いました、希望。この希望ですね、 私を、私のね、動画を通して皆さんと共有できれば良いと思います。どうも、この長いビデオダイアリーを今日もお聴きくださいまして、皆さんありがとうございました。本当に皆さんに支えられて、満5年をもうすぐを迎えようとしています。8月1日からは満6年目に入ります。修士を2年目に、修士過程2年目に入ります。頑張って1年間やって、 そして、私の別バージョンの人間史の自称修士号を獲得し、自らを修士と位置づけたいと思っています。なんてね。それでは皆さん、本当にさよなら。おやすみなさい。これで今日は休ませていただきます。Goodbye.See you.Have a good night. Bye.